チャッキー王子の続編映画館イエーイポリスストーリー2クールドンズアイでございます。えー、これから見る方、まだ見てない方はブラウザーバックをお勧めします。はい。ご機嫌いかがですかチャッキー王子です。おはようございます。こんにちは、こんばんは。おやすみなさい。いってらっしゃい。はい。ジャッキーチェーン監督主演10本記念超大作。えー、当時はポリスストーリー2とは 全然知らされてなくて、いきなりクーロンズ・アイというタイトルで公開されて、えー、劇場に見に行ってパート2ということが分かってびっくりしました。えー、なんでそうなったったんかなああ、それは不思議でならないんですけどね。えー、話はあの前作の続きになりますけども、あの、今回はチェンケージは、あのー、前作の責任を負ってパトロール隊に、 えー、転属になってるんですけども、あのー、香港で爆弾魔事件が起きまして、それで特捜隊の隊長になって、えっ、ー、と、爆弾魔と対決するという話で、まあ、かなりの火薬の量で、デバート爆破や、あのー、まあ、工場爆破や、あの、ま、ちっちゃな爆破も含めて、結構爆破シーンがすごくてですね、あと細かいアクションとかもね、すごく好きですね。 はい、あの、公演での乱闘シーンとかもすごい好きです。はい。えー、まあ、ワンよりも僕好きかもしれないですね。パート2の方が。あの、演出力もしっかりしてますし、ジャッキー・チェンがとにかくかっこよかったですね。はい、あので、特捜班の、あの、メンツも、あの、若いヤッピーたちなんだけど、実はめちゃくちゃできるやつっていう設定が面白いですしね。はい、あの、爆弾魔もね、あの、 えー、実はあの、ブルーカラーで貧困層の人間がやってたってことなんですけども、あのー、それでも許すことはできない、あの、テロ事件ということで、一人言葉が喋れないアパっていうのが出てくんですけど、これがめちゃくちゃカンフーが強くてですね、あの、ジャッキー、めちゃくちゃか火薬とカンフーでやられちゃうんですけども、最後の大爆破シーンはギネスに乗るぐらいの量をやったらしいですね。 はい。NG 集も若干大陸版と日本版は違いますが、チャッ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 チャーっていう、あの、主題歌はそのままになってますね。はい。えー、なんでこれ、ポリストーリー2として公開しなかったんだろうもったいないなだとしたら、かなりヒットしてた可能性もあると思うんですけども、えー、できれば、あの、皆さんを、 知らない人も多いかもしれませんが、ポリスストーリーは、正式なのは4まであります。ファイナルプロジェクトはポリスストーリー4です。はい。で、その後、あの、ニューポリスストーリーとか、ポリスストーリーレジェンドとかリボーンとかあるんですけども、正式なのはポリスストーリー香港国際警察、ポリスストーリークーロンズアイ、ポリスストーリー3、え、で、ファイナルプロジェクト、 って形になります。番外編がレッドブロンクスですね。レッドブロンクスって形になります。はい。え、ジャッキーと映画・チェー久々に見てみてはどうでしょうか着教授でした。